レンゲちゃんだ。私だよ、好みだよ。ああ、やめとけやめとけ。レンゲは慣れた人相手じゃないとすぐぐずり出すからな。私も最初の頃は。おお、覚えててくれたんだ。ママ、さっきまで遊んでやってたから今は機嫌いいみたいだけど。前会った時もこんな感じだったけどな。楓ちゃんちょっと不愛想なところあるから怖がられちゃったんじゃない？そんなわけないだろう。よし見てろ、レンゲが懐いてるところ見せてやる。ほらほらレンゲ、こっち来い。レンゲ、こっちこっち。よし、いいぞレンゲ。レンゲちゃん、そっちじゃないよ、こっちだよ。あ、私の方に来た。おい、ずるいぞ。私の方が先に呼んでただろ。いや、私も呼んでみたらどうなるのかなと思ってつい。お前、ところどころ意地が悪いとこあるな。じゃあ次は、おもちゃありで勝負だ。勝負って何の勝負なの？このお気に入りのぬいぐるみがあればこっちに来るはずだ。よし、ほら、お気に入りのぬいぐるみだぞ。おもちゃで勝負って言われてもな。じゃあ私はこのガラガラだ。レンゲちゃん、これはどう？あのガラガラは確かレンゲが他のことで遊んでる時に鳴らすとものすごく怒るやつだ。そして今レンゲはぬいぐるみで遊んでいる。さすがにこれはやめるよう言った方がいいか。だがこのままいけば勝負は私の勝ち。いや、このみ、そのガラガラを使うのはやめとけ。それ使うとレンゲが怒り出して。すっごい楽しそう。なんでだよ、それ NG だったはずだろ。どうしたの、そんな大きい声出して。レンゲちゃんびっくりしちゃうじゃん。さっきも言ったけど顔がこわばりすぎなんだって。もっとこんな感じで。いないいない。ほら、こんな感じでやってみたら。え、それをか。いないいない。ならもう日陰と遊んでくる。レンゲ、寂しくなってももう知らないからな。うわ、カエデちゃん行っちゃった。二人で遊ぶ？